Sir. Decree!猛虎が志村家の旗を持って歩いていました。ご無事ですよね。手に入りにくいものが揃ってますよ。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていろ。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。
素材が足りないようですね。助かった。道中のご無事をお祈りしています。矢筒を新しくいたしませんか。あなたのご武運を願ってますよ。吉の家だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。
湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。王子を殺しまってる侍がいるらしいぞ。女房の弟がその目で見たって聞いた偽物の侍だ。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。病になってる時じゃないのに。なんという変わりよ。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。二度と娘を抱きしめられない。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場、いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。
これは血の跡、新しくはない。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な家より。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は死ぬ。もうこれ。奴ら酔ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。
中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。集中せんか。今のは肩慣らし。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。
門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。
縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。巻物、蒙古の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを蒙古に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。この矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。蒙古の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。ああああ、頼む、助けてくれ。聞こえたか。島の者です。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、言ってよ。死にたくない。長居は無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。
武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。Yeah.